日本 GE 株式会社は、米ゼネラルエレクトリックの日本法人。日本における GE の本社機能を持ち、かつては法人金融や不動産ビジネスなどの事業を手掛けた。日本における GE 関連法人の親会社、GE ジャパンホールディングス株式会社として発足し、2008年に日本 GE に改称した。2009年1月には不動産ビジネスを展開していた。 GE リアルエステート株式会社と合併。さらに2010年1月には法人金融を手掛ける GE フィナンシャルサービス株式会社と合併した。事業部門として本社機能として事業統括を行う GE コーポレート法人金融事業を行う GE キャピタル不動産ビジネスを行う GE リアルエステートが置かれている。2008年以降日本における GE の金融サービス事業は段階的に日本 GE に集約された。かつて存在した主な法人は以下の通り、2015年12月15日、三井住友フィナンシャルグループは、米 GE から日本のリース事業を約5750億円で買収すると正式発表した。これを受け日本 G e 株式会社は企業向けリース、および 金融事業の会社分割が進められた。2016年3月1日、コーポレート等関連事業を GE 株式会社、法人向けリース、融資事業を除く、キャピタル関連事業を GE キャピタルアセットファイナンス合同会社に、会社分割を実施し、売却対象は日本 GE 合同会社に集約された。そして日本 GE 合同会社は、同年4月に、 三井住友ファイナンスリースの完全公会社となり GE 参加で亡くなった。残った G 株式会社は2016年4月1日 G ジャパン株式会社と社名を変更した。ありがとうございます。